ただいま夜の11時、宿場町平区という道の駅に来ました。明日は、大阪行くんで、ここで車中泊しようと思います。ここに泊まるのは、2回目になります。で、今はね、鳥取の方は、大雪です。で、来るときはすっごい雪降ってたんですけど、だいたい津山ぐらいに行くと、もう、道路にも雪がなくて、雪すら降ってない。で、今ここ、平福、もう0度で結構寒いですけど、雪は一切ないですね。で、さっき、山の、方の道も通ってきたけど、全く雪降ってなかったです。で、見てもらえるとわかるんですけど、僕の車むちゃくちゃ浮いてますね。どっから来たんだっていうぐらい、本当にものすごい雪ついてるもん、これ。前回来た時は確か、そうですね、10月ぐらいだったんで、結構まだ夜でもそんな寒くなくて、車が割といたんで、なんとなくこのトイレに思いっきり近いところっていうのは止めづらかったんですけど、ほんで、ちょっと離れた、こっちの方に止めて車中泊したんだけど、まあ今日はトラックが1台いるぐらいで全然誰もいないんで、思いっきりトイレに一番近いところで、車中泊しようと思います。それでは始めます。